忘れてきてしまいましたなのでですね、ちょっと音声が取りづらいかもしれませんが、頑張りますので、明日は持ってくるマイク。いや、充電してね、充電器に差しっぱなしよくあるやつですね。やっちまいました。はい、申し訳ございませんでした。まあ、ちょっとそれでやってみようと思うんですけど、こちらはですね、まあ、車のマイクは、主催者の編集長の腕もあり、プロデューサーでも、まあ、何でもやってるってさ、ですよ。何でもやりたい。あの前、YouTube にも、ね、ご登場いただいたことがありましたので、ご存知の方もいらっしゃいますが、今回はこちらの動画をご覧くださるということで、ね、いや、あのフレーミングそうなんだ。もうちょっと見てください。はい、はい、はい、あ、できるけど、うん、あの切れちゃうんです、うん、このぐらい。はい、大丈夫、大丈夫、これで。できないあったんですよ、うん、コンピューター変えないとダメだった、うん、それをノーマルコンピューターのままユニット化するっていうのを去年でこれがシャシバリエーションでこんな状態で、うん、ねえ、ちょうど皆さんとこやらないでずっと放置するね、あの A86 で、はい、そうだね、はい、あれ、あそこの なんかもうちょっと声を大きくっていうのがコメントが今来てますね。でもほとんど顔は見えなかったんだ。車で早い。ちょうど中途半端っていうかね。これ怒ってるからさ。そう。これを近づけて。うん、はい。そうそうそう。コンピューターがね、あの、うん、発展する前っていうか、コンピューターの性能が低い時代で、あとアナログのものが残っててっていう、その微妙な時代をきちんと生かすっていうのが今まで難しかったわけです。なるほど。それがこれが生かせる。ちょうど今人気の80年代90年代頭ぐらいの。この辺の DR とか、うん、ナノマルスープラとか、うん、この辺が活かせる。特に E86 は AW とかね。ちょっと今回はこのスープラで新しいことをやっていて、まあ、ちょっとそれも同じなんですけど、おそらく世界で誰もやってない。世界で誰もやってない。あの、普通いっぱいついてるな。普通ダイレクトユニあのノーマルのプランコードをダイレクトユニッション化する場合、ピックアップっていうのを取らなきゃいけないんですけど、普通一般的にはクランクシャフトにセンサーをつけて取るんですよ。でその方式をやると大改造になっちゃうので、じゃあディスリのところにピックアップをつけて、そこで信号を拾ってやろうっていうのが今までうちでやってた方式なんですけど、
今見ていただくと分かりますけど、ダイレクトになってますけど、プランコードここについたままこんなになってます。これでエンジンかかるんですよ。っていうのはピックアップを拾ってないんですよ。っていうのはどういうことっていうんですけど、実はここにインジェクターがありますけど、インジェクターの信号を拾って、インジェクターがこの信号のインジェクターが吹いたら次何番点火しますよって分かるので、それを制御して火を飛ばそうっていう、誰も今まで世界でそんなことやったことがないことをちょっとテストで今やって実装して問題がないことを確認して今います。で今日も今回も実装テストのため僕はこれ車に乗ってきています。でここまでついたこれついてます。まあ一応だからそのためにこのままの状態でいざとなったら戻せというということで、まあコネクタを戻してクランコードコイル抜いてクランコード立てばもうそのままノーマルに戻っちゃうっていう状態で実装してきて、まあ今回ご説明をさせていただくためにもクランコードつけたまま、ちょっとそういう形で今まで誰もこんなインジェクターから信号を取ってもピックアップのためにですね、これは多分考えたことがなくて、うちの開発の人間と2人でこの部品がないんだよね、で車によっては、ね、1万円近くするキャップがあるんですよ、それ部品に入れたらいくらになっちゃうって話をしてて、なんか代わりのものはできないかなっていうところから信号はどっか出てるんだなっていう話で、もしかしたらいけるかもっていう話とか、そんなことになり、まあ、そうすればね、これもなくなれば部品点数も減るので、そうですそうです何の時代の話ですか、わからない、皆さん知らないですから、80年代で一番壊れる部品の代表ですから、そうですよね、本当に確かにそうだね、そこをねもう改造しないで何もそのまま残して、さらに残したまま今の最新のダイレクトコンピューターの方式をさらにノーマルコンピューターで制御するっていう方式で、残したままで壊れたらディスビ、うん、あディスビはだから、いや取らないでそのまま残してあるんで、そこの部分壊れたら変、壊れたら行かないです、行かないです、もう全然信号取ってないんで、壊れてる時もありですね、そこの部分が逆に壊れてる状態でもつけられますっていう、だから、まあ、逆に言うとノーマルに戻すことにも簡単にできるで、特にこうハイネスを切ったりとか貼ったりとかここ加工したりとかそうですね、旧車乗りの気持ちとしては元に戻せるって安心感もあるから、そこを残しつつできるっていうのが結構画期的かもしれない。そうですね、やっぱりね、なんかどうしてもハードになればなるほど元には戻らなくなる方向じゃないですか。やっぱり旧車って過去はハードなツーリングをしても、今はほぼノーマルの状態で調子よくやりたいっていうのが結構多いと思います。そこの部分でこのどうしても部品が入手できないものを買えないで、いざという時は、ちょっと荷物が入るよ、そういうような感じで、そこで一緒に近いケースがいい、そうですね、プラスオリジナルの感覚っていうところまで追求してるのが画期的なところなんです。すごい、はい、すごい、頑張ってます。やってたんだね。あの天狗の鹿は僕も見るんだけど。私はもう白飯かけてるから、楽しみに来たから、いろんなものを外して。いや、もう、これも開発してます。だって、チラシまで作ってます。そうそう、腕とか、どこまで行っちゃうのかなと思って。薄いばっかりじゃない。ホームページ見てください。あのこのネタがわかります。そっち知らない。そっち見るとね、内容がわかります。はい、すみません。これ時間なので。すみません。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。どうしよう。マイク合わせるね。本当に。もう。ね、おもちゃってね。そんな日もあるよね。どうしちゃった。じゃな
ないですね、カツさんは。そうバラバラ。一応カツさんが持ってて、前と電話私が持ってたから、そこからから準備したら置いてきちゃったの。それは結構ね、そういう問題がしますね。じゃあ今度からもっとカツさんに預けて、はい、そうすると失礼します。はい、でまたね、キューちゃんの電話。あれちょっと安全しようと思うのかな。このイベントですね。あー、はい、オールジャパン4エイジフェスティバルっていうのを、はい、第1回目を今年の5月14日に、はい、河口湖のですね、インターのすぐ近く、うん、富士山パーキングっていうところで実施します。私が場所何回聞いても違う場所だったってやつね。そうです、そうです、ね、そうです。あそこのところ違う、あそこのところ違う。全然ダメなんだけど、これ5分迷わないで、なんとか豪華ゲストね、すごいね。豪華ゲスト、ね、今日、ね、大橋さんもちょっと後でお話をしたいって言ってました。大橋さんに意見さんに、もしあったら時間があって、今あります、今言うなよって。いや、今でも大丈夫だけど、今でもいいけど、後でもいいけど、わかりました。こんなイベントをやりますので、ぜひ、はい、すいません、よろしく。はい、遊びに来てください。5月14日の日曜日、10時から、富士山パーキングです。はい。はい、ぜひ、これは別に、あ、全然もちろん、あの、展示されるのは4人の車がほぼメインですけど、あの、来ていただく方は、何の車乗っても、どんなやつでも、怒らない、ということで、あの、歩いてきても、自転車でも、自転車では構いませんので。まあ、柵乗り越えてくれれば来れるぐらいの距離。おー、じゃあ、新宿からのバスで多分、全然大丈夫です。全然来れると思いますので、ね、はい、バスで OK ですので、ぜひお越しください。お願いします。はい、鈴木さん、ありがとうございました。いえいえ、すみません、ありがとうございました。ちょっと、マイクを忘れたけど、うろうろしてる。はい。いや、ちょっとね、緊張してるんだよね、本当に。マイクを忘れるっていうのは、こんなに大変なことかって、全然みんな聞こえないって言ってる。いや、でも大丈夫だって。黄色いバッグが可愛いって。私も今来て、いきなり、あの、これ今ついてから、抗原検査などをして、で、今会場をやってきて、最初に、マックさん、つらかったんで、あの、ご挨拶に行った感じで、ちょっと皆さんと一緒にね、どんな風になるのかなって思って、どれくらいじゃない、さっき、あの、言ってた、クリスタさんが着てた、ジャケット屋さんだよ。このね、あのヴィンテージジャケット、そうそうそう、ここのジャケットを今回クリサーさんは着ていらっしゃるよね。なんかこう、ジムールのね、なぜか馬がいます。ああ、行ってますか。ちょっと馬行ってみる。馬行ってみるか。これダメ、今年のね。ああ、バーシャーなんで。あ、バーシャーね。まあ、あれですよ、馬車から車に乗りましたからね。あの、車の成り立ちとしては、まあ、もともと馬車だったんですけど、それよりももっと馬車だとね、雨の日は濡れるし、寒いし、寒いし、暑いし、暑いし、Thank you.
メージが違うと。カーフレンド。ああレパードもね。カツさんも喋っていいの？今ねカツさんが通ってますからね皆さん。レパードはすごい人気があったよね。うん、危ないデカとかね。そうですね。うん。あ、そうだね。ロータリーだね。うん。あ、松田さんのブースですね。綺麗だね。あ。田辺のレーシングサービスね。この辺の80年代にね流行ったホイールですよね。うん。この辺は。今年だっていうわけじゃないのか。前ほら前回 Z がね。あ、そうだね。今年まあ Z もあるけど、うんねいろんな、うんね。Thank you.
ね、まず今月最大のミスをこの車は知ってますか？この金色の。そうだね、これは綺麗だね。いつ見ても、うん。展示されてる車は個人のものですか、うん、もあるんですかっていうのは基本的にショップだよね。そう、あの端っこの、なんだろう、コンテストとかで出展してるのは個人のものですね。撮影中何度かサインいただいたんですけど、こっちがほら特別展示で表紙に出た車両とか選ばれし10台とかあるんですよ。最初の午前中に入場で使ったやつですね。でこっちは割と小さいショップさんで、真ん中がこうだーっと大きいショップさんがあるみたいな、こんなような、はい、地図になっておりますので、今こうショップさんが多いんだ。なんちゃら、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 
工具とかモデルカーとかちょっとこうね間違えてこう私が吸い込まれちゃいそうなことがたくさんありますけど、行くって約束したからそこそこに行ってました。で今年はですねこういう子供でとかお子様がさ楽しめるそういうこうブースもねたくさん用意してあるっていうことなのでご家族連れでね遊びに来ていただくと楽しいんじゃないかなと思います。明日も私ピコロ君まで、開催してますのでね今日明日やってますからぜひ明日またお越しいただいたり、いやでも明日来れないんだよねっていう人はあの私がまた明日ライブを頑張ってマイクを忘れずにやりたいと思いますので、それまた聞いていただいたりするといいかなーなんて思ってるんですけど、2000人って綺麗だねあれね、あれね、ああれね、ね、ショーン・コネリーね。
逃しちゃったかな。あ、すいません。あ、香取さんもいなくなった。下がってるんで、このまますぐ乗れるんで、ケイさん、鮭屋から乗りに来ませんか？あ、鮭屋から乗りに来ませんか？エンジン作った人とか、ああそうなんだ、日置さんとか、おあこれ片岡さん、片岡さん今ウロウロしてる関谷さん待ち、ああそうなんだ、関谷さん、そう千代田さんとに近所の紹介もあって、ああそうか、ないんですかって言っちゃった。あとね、ロールスロイスがいいよ、うん、右の方にも、うん、
道は合ってるって道は大体どこにも続いてるんだけどさ、ここ金ヴィンテージクロとか、ああ、金とか入ってるんだね。和久井さんとこなんだ、うん、ちょっと見てみて、あの辺じゃないかな。ああ、そうだ、やっぱりこっちなんね。皆さんご存知だと思うんですけど、私、極度の方向音痴でして、実は、カツさんも極度の方向音痴なんですよ。二人してね、いつもよく試乗会の会場にたどり着くのがあって、みんながびっくりしちゃうくらいね。あった。ロールスロイスの名車ですよ。こっちもね。自動車博物館じゃん。あ、警察の車だね。石川県小松市。この自動車博物館さんって石川県にあってさ、そう、2回ぐらい私行ったことあるんだけど。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。石川県にあります。はい、2回ぐらいお邪魔してます。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、そうなんですよ。そうなんです。これですよ ね、買いますかね、1200万、1200万、買いますか、買っちゃう、買っちゃう、すごいな、言う買っちゃいなよ、みたいな言う買っちゃいなよ、シルバーすごいね、うん、あれがベントレーの、そう、和久さんとこって言ったらね、ロールスロイスとベントレー、こ、うん、んなのもあるんだね、ね、これもね、はい、武田さんがいればね、ああ、そうだね、ポルシェも持ってるのね、そうだね、これ同じだよね、和久井さんとかね、和久井さんの気がするけど、違うのかな、こっち半分、あ、近くなんだね、これアストンマーチン、そうよね、うん、ち
ちょっと違うんだよね。あ、違うのかな。あ、違うわ、うん、あそこだけだ、うん、あ、プッシーだ。福島さんを発見しました。あ、本当だ。ちょっと声をかけてみましょうか。お疲れ。福島さん。あ、福島さんです。ジャーナリストの福島達也さん。今 YouTube ライブをやってんだけど、私がマイクを忘れるっていう大失態で。そう、大声で叫ばないと。そうなの。あ、こんにちは。どうも。そうなの。だから大声で叫びながらね、やってます。ここはね、ビンテージ湘南さん。あそこ堀江さんもいるじゃない？あ、本当だ。人の顔がいますけど。でもやっぱりさ、ベントレーとかモールスローイスとかオーラが違うね。うん。特にこのヴィンテージはね。うん、ちょっとスケジュールを見てもツイッターの方でお知らせを決めます。